はいどうも、ルルカーです。ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス、メンテ明けです。不豪の間というのが、期間限定で追加されておりましたので、早速ちょっとプレイしていきたいと思います。スタミナ満タンなんで、バンバン挑んでいこうと思います。もうフレンド、もう最強なんで。すごいですよね。星5の時短で、レベル56まで上がると攻撃力167までいくってことですよね。早く星5にしたい。まあ、ここら辺だったらオートで余裕でしょう。私のエクスデス様がいれば。まあ、星3だと。魔法とかが弱いから、早く星4以降にしたいんですよね。ラスウェル・デインも、星3です。やっと星3ですがファイラー覚えるようになったから、もっと強くなると思うんですよね。主人公補正にかかってると思うから。こんなもん5で500か。おお、やった。セリアスのトラストボーナスが上がった。しばらくこのメンバーでいきますからね。外せないんですよね。よし、じゃあ挑戦さんの力を借りて、まあ、ここもきっとオートでいけます。サージェントってこういうやつなんだ。どこで出てくるんだろう、サージェント。依頼にあるんですよね。サージェントを5体倒せ。召喚ゲージとか全くたまんないですね。1200か。なるほどね。こんな感じか。ちょっと、まあ、せっかくなんでね、ラピス使って、回復して、一番上挑んでみますか。挑戦さん使わなきゃよかった。こっちに挑戦さんを持ってくればよかった。そうだな。毒針ときたか。ポイズン守ってんだな、これが。騙そうなやつか。同じ行動させるのにリピート押さないっていうのが悪い癖なんですよ。ダイモンドソード、フレアスター、あれ溜まってなかった。溜まってないか。バオール、ハイラ、トリザラ、行くぞ。全体攻撃だ。エクゼスが攻撃した分、もう溜まったのクジャ。いや、ここは地獄の階にしよう。ブラックホール、ブリザラ、ハイラ、サンダラがあれば最高だったんだけどな。ハイラ、じゃあかな。強すぎる。あー、いいね。エクセスも強いね。誰から魔法1しか当たってなかったけど。てか上級でも2500ギルしかもらえないんだ。
まあ、これが鹿なのか、ボンなのかっていうのは、まあ、ストーリーの進行状況にもよると思いますけども、なんか、想像してたのとちょっと違いますね。期間限定のくせになんか、絞られてる感じがしますね。まあ、せっかくなんで、スタミナ分、いっちゃいます。コロシアムもいずれ対人戦になってくると思うんですよね。他のチームのユニットと戦うみたいな、それで格闘場のランクつけてみたいな感じになってくると思うんですよ。ブレフロやってた感じからすると、その方がなんか自分が育てたパーティーと他の人が育てたパーティーどっちが強いんだろうっていうのとかってやっぱり気になるところではあるんで、アビリティの付け替えもできるじゃないですか。すごくいいなとは思うんですよね。だいたいフレンド申請人数いっぱいですね。ああ、でも、なんだかんだ言って1万ぐらい貯まったな。みんな結構頑張ってやってんだよな。すごいな。ほんと。今、星のドラクエもあって、もうほんとね、ゲームがいっぱいありすぎてね、もうどれ手つけたらいいかわかんない状態なんですよね。嬉しい話ですよね。まあ皆さんもね、やれる範囲で今私が紹介しているものも含めて吟味してやっていただければなと思います。はい、符号の魔上級を2回、中級を1回。で、初級を2回か。で、1万1000ぐらいですかね。まあまあ、もらえた方なのか。でもまあ、このゲームギル全然手に入らないから、それ考えればいいのかな。虎徹とか今、僕素材待ちですけども、これ買っちゃおうかなって気になります。ちゃうかなみたいな。素材だけ売ってないじゃないですか。だって鋼鉄だけ売ってくれないじゃないですか。鋼鉄だけ売ってくれればいいの。すいませんね、ついでにコルの村に入っちゃった。また いいな、すぐいなくなっちゃうな。
道具屋、道具、武器屋か。マジかーい。まあちょっとここの進行はもうパッと裏でやっときたいんで、適当に中入って外出ただけで次のところ出てきちゃうけど大丈夫か俺。ここに売ってたっけ、こてつ。売ってません。ここで使っちゃう。レシピもう買ってたけど、え、何、魔導士の服、待て、魔導士の服だったらもっとふさわしいやつがいるでしょ。いつの間に中の報酬かなんか手に入れてたんだな。オッケー、まあこんな感じでいいかな。あれ外した、カペラ10回。防御力上げようと思ったら攻撃力上げちゃった、まあいいか。はい、というわけで、まあ、こんな感じでやってまいっております。まあ、ギルがあればね、こうやって、買っちゃえーっていうのもできると思うんで、ぜひ、富豪の間、プレイをお勧めします。はい。では、ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ルール化のゲーム実況チャンネル、最後までご視聴どうもありがとうございました。はい。ルール化のゲーム実況チャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。最新情報だったりとか、更新情報、チャンネル登録していただければ届きますので、ぜひ、チャンネル登録いただければなと思います。もう一つのメリットといたしましては、私、ルール化のモチベーションが上げ上げになって、動画の更新頻度が上がるかもしれないです。はい。あとですね、なんだろう、動画に関連する、ブログ
を、更新しております。動画の概要欄から、リンクで飛べるので、ぜひ、ご覧ください。では、それではまた、次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。